んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは天の弱をやめるです。天の弱の人たちがいますよね。この人たちはちっとも人の言葉に従いません。例えば上司にこの仕事をするならあのソフトがいいよと言われても、あのソフトは使い物になりませんでした、何々の方がいいのでそれを使いましたと言います。この人たちは必ず人の言ったことにケチをつけるんです。とても負けず嫌いで、しかも人に感謝するのは相手が上で自分が下という気がするので、人の言った通りにしてうまくいって感謝するというのが嫌なんです。それでわざわざ人の反対をして成功しようとするんですね。ですから実際にはうまくいっていなくてもうまくいっているふりをします。こうやって人の推薦するものをわざわざ避けるので、人の言葉に影響されまくっています。つまり自分の意思でちゃんと選べていないんです。これでは自分は賢いも何もありませんよね。最初から選択肢が狭くなっているんです。ということは本当に自分が何がいいと思うのかがだんだんとわからなくなります。本当はこれがいいと思っていても誰かにそれを勧められていたらもうそれは選べないからです。30代になってもこういうことをやっていると、本当に自分が選びたいものと実際にやっていることがかなりずれていきます。ですからなかなかうまくいかないし、時間の無駄も多いんです。でも自分では気がつかないので何がうまくいっていないのかが分かりません。そもそも人の言葉を聞かないのは自分らしく生きたかったんですよね。それなのにもう自分を生きられていないんです。真逆ですね。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは天の弱だよね。人がああ言えばこう言う。人がああすれば自分はこうする。人と同じことをしたくないんだよね。人に自分の行動を指示されたくないんだよね。自分は誰にも指図されず思い通りに行きたいって思っているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが天の弱だから、自分が本当にしたいことが何なのかだんだんわからなくなってきたんだよ。そして自分がいつも選んでいるものが本当に正しいのか自信がないんだよ。そして時間を無駄にしているんだよ。あなたは人の意見に左右されたくなくて、人が勧めることをしなかったり人が選んだものを選ばなかったりしているけど、それは逆に人の意見に左右されているということだよね。あの人が言うからこれは選びたくないというのなら、それはその意見に影響されているということだよ。全然自分の意思がないよね。本当にバカだね。人の意見通りにしたら負けだとか、それでうまくいったらその人のおかげになって感謝するのは嫌だとか、そんなチャチなプライドは捨てなさい。それを続けていると本当に自分のやるべきことがわからなくなって時間を無駄にしてしまうよ。勝ち負けでいつも人の言葉を無視するんじゃなくて、人の言葉をありがたいアドバイスだと思いなさい。そしてその通りにしてうまくいったらちゃんと感謝しなさい。感謝するのが悔しいからってわざわざあれはダメだったと言おうとするのはやめなさい。
それは本当に大損なんだよ。結局自分の思う通りに生きられないし、時間も無駄になる。本当にバカな生き方なんだよ。だから素直になりなさい。素直はお得なんだよ。素直だと時間を無駄にしないよ。素直だと自分が本当にしたいことを選べるよ。天の尺をやっている時よりも2倍も3倍も人生を楽しめるんだよ。だから人の言葉を素直に取り入れなさい。人が教えてくれることに感謝しなさい。本当にそれはありがたいことなんだよ。その方があなたが本当に好きなものを選べるよ。人生はもっと楽しくなるよ。大人の自分はあなたが大好きだから、あなたに本当の楽しみを与えてあげたいんだよ。だから素直になろうね。